こんにちは川田です朝会始めます9月8日水曜日になりましたこのコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで9月 過去もそれほど下がってたわけじゃない、まあ、前言撤回でもないんですけども、いや、物は味方だっていうことでですねあの、ほら、日本の場合は、日本株の場合は上がったり下がったりっていうのはイメージはありますけども、アメリカは基本的に右肩上がりの中で、まあ、悪いとかですね、下がってるとかっていうことになりますと、それはそある程度相対的になるんですよね。 そうなりますと、ですすねそうなりますと9月もですね見方によっちゃ、まあ、絶対値でですねそれほど下が,下がるばっかしでもないと、まあ、そういうようなことをちょっと今日ご紹介したいと思います。でですねえっとこれは私が昨日えっと日テシ NBC 電話出演しまして、海野さんとのインタビューです。であとは来週はストボですね、水曜日。で 今晩ですね、うちのプレミアム会員向けの方にですね、えー、と潮目の箱田さんにおいでいただいて、うちの渡辺と、まあ、潮目チャートの詳細解説をやります。でですね、えー、とプレミアム会の,の,の方にはですね、えー、昨日私と箱田さんで、えー 定例のといいますか、毎週やってる動画の収録が終わって、それをリリースしてございますので、そちらを見ていただいて、より、まあ、その先に、それから突っ込んだ、そういうご質問をいただくとです、ね、よりあの皆様にとってお役に立てるんじゃないかと思います。ということで、ぜひ、あのレポートも、昨日のっと対談のレポートもですね、ねもうアップ中にはアップされると思いますので、それをご覧いただいてから、今晩参加いただくと、まあ、非常にまあ皆さんにとって充実した時間になるんではないかと期待 いたしますそれからえっとこの指数ですけども、昨日はナスダックの量指数がこれ、新例更新ですよね、まあ、小幅ですけども、えっとこのナスダック総合が、ね、0.07%、それからあのナスダック100はですね0.15%。 プラスです一方、下げがでかかったのはダウでマイナス0.8%だとか、ラッセル2000も、ね、0.72%下げております。で、まあ、月初来を語るのはまだ早いんですけども、こんな感じ。で、年初来では、まあ、引き続きナスダック100が、まあ、だんだん、えーまあ、伸びてきたというような格好です。で、これが SP500 の冷やしです。で、えー、とこれがあの、 日中足ですけども、ダウが寄り付きからストーンと下げて、その後横ばいなんですね。それからナスダックはどちらかというと、まあ、全く横ばいということで、ディズニーが高い、それからアップルが、アップルはずっと死んでなんですね、これね。ということです。資本材が安かったんですよね、1.77%、まあ、そういうことで、トリプル M も下がっている、ヘルスケアだと、ヘルスケアは若干安いということですね。 それからこれ10年歳の金利です。1.3777なんですよね。これもあの金曜日からはですね少し上げております。金曜日は1.326ですから、少しこう,こうなってますね。で、まあ、マーケットの内容ですけども、どうですか。あの経済回復ペースの鈍化をめぐる懸念と FRB による緩和テーパリングの、まあ、先送りっていうんですか、それが工作しているという、まあまあ、後付けですね。えっと アムジェンが2%強高いとか、ですね、この中ではですね、モルガン・スタンレイが米国株の投資判断をアンダーウェイトに引き下げ、まあ、これはあの経済成長の経済成長や政策立法に絡むリスクに言及ということで、上げすぎの反動ですよね、まあ、向こう2ヶ月は不安定な展開になるとの見通し、まあ、<laughs> 不安定じゃないって言ったことがないんじゃないですかね、こういう人たちは。でえーっとあと SP500 がですね、クオータリーに四半期にですね、銘柄入れ替えやっておりまして、えー、恋愛結婚マッチングサイトのマッチグループは7%上昇したって言うんですよね。これは後でチャートで見てみます。あと、今日の、まあ少しやってみたいのは、9月下がらんかも、これはあの月曜日。 バージョンでやったんですけども、まあ、9月はですね平均すると下がってるんですけども、マイナス0.9、ざっくりマイナス1%ぐらいです。だけども、年の前半、それから8が8年初から8ヶ月が上がってると、9月もですね言う,うほど下がらないという、なんかこう、本当に後付けなんですけども、でこれが、まあ、いつも見ていただいてる、ですね、えー、っと過去20年の冷やしを重ねたら、こんな格好になるということですね。 でこれがですね、エド・ヤルデニのです、ねえー、とサイトから出てきて、取ってきたんですけど、この人はね、あのみんなにばらまいてますから、われわれもこうやって見ていいんじゃないかなと勝手に思ってるんですけども、これが、えーえー、1928年から2021年ですから、92回ですかね、えー、今年入れなければですね、えー、の SP500 の, SP のです、ね、平均のおプラスマイナスです、月間別のですね。 でそれでいくと、ですね 9, 9月はですね0.99だっけな、マ、ま、イ、あ、ナス1.0になってますけど、そうなんですよ。で次に悪いのは5月で、あとは2月と。でいいのはこの8、7月ですか、それから4月もいいんですね。で年末9、9、10、11、12はこうこうずっと3ヶ月でいくと結構いいですね。まあ、そういう意味では、でもアメリカ株って夏も強いんですね。今年がまさにこんんなな感じじだったんじゃないい、でですかねはいで これがですね、えっとまあ、過去92年間92回でですね、9月下がったのは50回それから上がったのは42回って言いますから、まあ、他と比べると確かに悪いんですけども。 まあ、42対50ですから、そんな風でもないんじゃないですかね、思ってるほどでもということを言いたいわけです。10月になる,なると、急にですね、10月はまあブラックマンデーとかですね、いろいろあるんですけども、結果的には54対39とか、まあ、こんな感じで分がいいんですよね。 それからこれは何かというと、ですねアベレージパーセントアップはダウン、イーチ・マンス、これはですね多分もうちょっと自信ないわけじゃないですけど、これはですね月中で、前月比でプラス3.2上がった、下がるときは平均すると4.6、まあ、ここで言いたいのは、ですねこれ、ブレるよということを言いたいんじゃない、下に下ブレする可能性があるよと、確かに10月は下げるときはでかく下げる、まあ、あのブラックマンデーで1日で2割とかです、ね、ああいうのがあって ああったったていうのももる,るかもしれませんですねそれからリーマン・クライシスの時も9月、10月は結構下げましたから、まあ、そういうのもあって、ですね気がつくとですね、まあ、下にぶれているのは9月、10月がでかいということか,こと,かと思います。それからこれはです、ね、アニュアルパーセンテージチェンジ、まあ、これは年間の当落率で、これはですね2018年ですね、6. 点いくつ下がっているのは。 それからここが15年、これが11年で、ですね実はですねこの11年と15年はですね配当を入れるとプラスのパフォーマンスなんですよね。だから私があのアメリカ株5年下がるのは5年に1回っていうのは、ですね11年と15年をですねプラスに換算すると、まあ、5年に1回ぐらいになるんですよね。でもこ,のこれだけ、このチャートだけ見ると5年に1回というイメージでもないんですけど、まあ、でもちゃんとカウントするとそうなってます。でここにほら3年下がってるもう 3年連続で下がってる、それからですねこの94年かな、これ,これもですね、えっと、配当を入れるとプラスになるんですよね。そういう意味ではあの配当率、配当利回り、配当入れるとプラスになっている年は少なくとも1、2、3回あります。でも、まあ、実際、我々もですね買ってれば配当を税,税引きですけど受け,受け取るわけですから、まあ、あのプラス数え方としてはプラスでいいんじゃないかと思います。それれからこれは今年の 月間平均の月間あれです、ね、変化率ですね、それからこれ、1つ気になったんですけども、シティグループのエコノミックサプライズ指数、あのびっくり指数とかって言いますよね、以前よく紹介してた、以前というのはコロナの時にですね、ずどーんと。 ここが下に下がるとです、ね、実際の数値よりもです、ねえー、悪いものが出て、それから上に上がるとです、ねえー、びっくりですから、上にびっくりですから、えー、アナリストは、エコノミストはです、ね、これくらいだと思っ,てな思ってたものよりもいいものが実際の数値が出るというのはですね、去年のコロナの5月、6月ぐらいかな。 まああの従来手法でしかエコノミスト、エコス,トストラテジストはですね、えー、計測できなかった、実際はですねそれよりはるかに回復が早かったとか、ですねセンチメントが良かったというのは、去年の,あの春ごろ、夏ごろまでですね、その後どん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 サプライズ指数はどん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 まあ通常の状態に戻ってきて、今度はですね、えっと、エコノミストの予想よりも悪いものが出始めているのが、まあ、今頃なんですよね。 今日もなんかゴールドマンがあ,のあれでしたっけ ?GDP の数値下げてると。まあ、そうやってですね、あの実態より正確な、えー、っと測定に向けてまあ調整してると。まあ、そういう意味じゃですね今、今から出てくる数字はですね、エコノミスト予想よ,よりも悪いものが出る可能性が高いということになります。それからですね、SP500 はですね、四半期にいっぺん銘柄入れ替えしてますが、えー、っとこの中で今言ったマッチグループ、これがですね、どこ行った このマッチグループ、これがですね、時価総額4兆円、4兆数千億円の会社でしたですね。あとセリディアンとかですね、このブラウンブラウンとか、も知らない会社なんですけども、こういうのはで大体ですね、時価総額が加えられる時価総額の会社、加えられる会社の時価総額は、の他は1.7兆円ぐらいありましたですね。で、SP500 にいたのに、降格になるやつ、うぬむグループって言うんですか。 それから NOV、それからペリーゴーカンパニー、ここら辺はですね見たら、ですねやっぱり当時は1兆円以上、もしくは長くいる,間いる会社はですね1兆円なくても在籍してた会社もあるんですが、あ 高額になっているやつはだいたい6000億円ぐらいの時価総額にまで減ってましたですね、株価がさえないで。業種はですね、金融、エナジー、ヘルスケアということで新陳代謝がどんどん促進されるというのがアメリカの株式ですね。でまあ、例えばこいつはですね、NOV はですね、SP500 から中古型のですね、NOV、ここのミッドキャップ400の中に追加されるとか、まあ、そんなような、これ、ペリゴもそうですね、まあ、そんなような、これ、セリディアもそう。 あこれはここからもデリートですかということですね、えーあこっかこれ。こいつはここからデリートされてここに昇格したということですね。まあ、そんなようなことがあります。で、マッチグループはです、ね、こ,んなかこんな会社なんですよもうあの。恋愛デーティングサイトで、これがどんどこどんどこどんどこ上がっているということです、はい。それから指数の確認です。で主要指数はは過去5日間ではですね ナスダック総合が5日間では強いと、ナスダック100も強いと、ダウが弱い、1ヶ月ではナスダックが強い、年初来ではナスダック100がついにソックスよりも上回ってきたんですかね、さすがという感じです。まあ、これ、アップルとかやっぱり強いですもんね。<laughs> 過去1年ではソックスが依然として強いということです。でえー、これは業種別ですけども、不動産がずいぶん強いんですよね。この不動 これはコミュニケーションサービスですけども、これは1か月ね、これ5日間では不動産、1か月ではこうう参考に入れているナスダック100、強いですね年初来では不動産ということです。で、箱田さんとの対談が終わりました。で、えー、こんな感じで、ね、イベント、9月二十何日ぐらいが、まあ、こういうイベントありますよとかですね、雇用統計についてはですね、この あの実際、ずいぶん低かったですよね、ノンファンペイロール、非農業部門雇用者数の数字が70数万だったの予想がです、ね、24万でしたっけ、23万5000だったんですねで。これはどこかというと、ねあの、中身見ないとダメで、えっと、この,あの一番下,部下にあの触れてるのは、ですねこのマイナスはですねこんな感じの,この小売業、それから レジャーおよびホスピス、まあ、こういうところがですね、随分悪かったということで、えーひあの、あれをしてるわけです、下振れしてるわけですよね。ほらレジャーおよびホスピタル、従前はですね、ずっとこう10万、40万、40万以上、えー、っと雇用、 雇用改善雇用あのノンファンペロールがあったのに今回ゼロですからまあ、これは新型コロナの危機再燃の影響だと思いますそれからあのそれでも金利が上がったという金曜日金利が上がったということでですねこうあのこれは金利債券のですねイールドカーブを分かりやすく見たものですけど若干スティープ化してるんですよねということですこれは半導体半導体については、えー、に第2幕が始まった。 だととと思っていいいいんじゃななかううようなことですそれからこの排出コストのですね、これは今までの企業の中でですね、えー、排出コストが勘案、企業価値を算定するときに勘、えー、案されてなかった、これからは勘案されるよ、だからプラットフォーマーなり、それからデジタルトランスフォーメーションの主流の会社は高く買われて当然だと、まあ、いうことの,あの一つですね。それからこのチラ見せ潮目はですね、潮はもうちょっと下がっていくんですよね。 これはナスダック100。これはもう SP500 もちょっと下がって、この後定位安定だっけな。で、これがソックス。これも,もうちょっと下がりますけど。こで、こいつはね、結構、どんぴしゃで当たって、この、ここで、こう、先週末から上がってますもんね。はい。で、個別銘柄は、ダウ銘柄はメルクとマイクロソフトが正面で分析します。で、これはダウの銘柄。アップルが高い。 ビザも少しで、これがナスダック100で、えー、テスラが少し高い、もう750ドルですね。で、これが 999J、昨日は0.4%ぐらい安かったんじゃないかな、0.59ですか。で、これは私の銘柄ですけども、MSCI も高い、イントュイティブもいい、それからクレインシェアーズ、これカーボン、グローバルカーボンね、これがね、これ新年ですよね。でこ これがあのいいと思ってるんですけど、日本でなかなか買えない、あの、サクソで買えるらしいですね。はい。で、このブロックチェーン、昨日は10%、瞬間17%下がったっていうんですか。で、これはブロックチェーン,ェーン関連の暗号資産銘柄が多い,多いですから、これ、マイクロストラテジーとかですね、マラソンデジタル、これ、みんな、あの、こんだけ下がってます。これがチャートですが、1か月、年初来。 過去1年、まあいいじゃないですかね。で、これが、えっと、アークです。で、これが予備軍で、マイクロストラテジーがこんな感じ、マラソンデジタルが、これがマラソンデジタル、これはマイクロストラテジー、こ,こ,こ,こんな感じで、あとは大麻の銘柄なんですよね。これどうしようかなっていう感じですよね。で、えっと、これがですね、先週の、えっと、昨日の朝会、月曜の朝会と、でですね、私が盆栽と大木って言ったら、これ、 昨日も月曜版でも言いましたけど、例えがいいと思います。私はね、国と大手メディア、そして対面証券の言うことを聞いていると、盆栽ポートフォリオ、つまりちょきちょきちょき,ちょき切って、少額納税ので、全然木は育たんということになるんじゃないかと思うんですよね。あと、サービスナウ。これは何でか。まああの 急に上がってきたんですよねでもやっぱりデザ危機コロナ危機再燃で今まで見放されてたのがです、ね、もう一回見直しがいだということじゃないかと思うんですよねだからこういうね、い、e、い株はです、ね、短期で出遅れるときあるんですけどもそこでなんか僕もこれ売ろうかなと思ったんですけどやっぱ結局売らなくてよかったとそれからあの22年度からです、ね、家庭科でなんか金融教育やるって言うんでしょ。 家庭科の先生では手に負えないでしょうから、外部,投資外部講師に頼るかもと、でこれが僕は問題やと思いますということで、ですねあの証券親父がですね出てきてです、ねあの、なんか証券出身のおじさんがまだ日本株と投資販売の武勇伝語るんじゃないかと、まあ、僕はね本当に日本の、ね、証券マンね、特におじさん関係、アメリカ株やってないおじさん関係ってね、もう,もう間違ったことを教えることは甚だしいですね。 あのだからやっぱり皆さんのお子さんが、ですね特に高校生のお持ちの方、大学生でも、ですねあのアメリカ株を知らずに、ですねいや、やってるよとかっていう程度のおじさん、証券マン、プロにです、ねあの、なんか金融教育を受けることほど、ですね害のあることはないんじゃないかと思ってます。でででここれ日日本株でこの人日本株株の人儲からない っって言って言るんですよね日本の金融リテラシーが低いのは日本株で儲からないからだと思いますって書いてるんですけども、その通りなんですよ、ここに尽きる。で、大倉博士の言を借りれば、ですね日本株はですね資本蓄積プロセスをやってない銘柄が多いんですよね、ということです。あとでですすねね今日の日の経新聞にです、ね あのネクストラエナジーが出てました、えー、何面だったか忘れましたけどもでこれがもうほぼ新年近いってことを言ってて、えーっとまあ、これこそ再生エネルギー銘柄でなんでここに持ってきたかというと私以前持ってたんですよね。でまあそんなに大きく設けずに売ってしまった。<laughs> でこういういですねその後 打ったあと上がってるときの、まあ、これ、よくや私がやる手ですけども、どうやって自分を慰めるかということでですね、あのご紹介しますと、これだけ見ると、逃した魚でかいじゃないですかね。あでも本当にこの銘柄いいですよあの。配当もあるし、配当2%弱あったと思いますね。なので、えー、SP500 買,買ってるよりはいいです。でも、あの今からご紹介しますように、これ見てください。ナスダック100よりはダメなんですよね。これ、過去17年ですから、 過去5年のグラフかな。だとすると、ネクストラエナジーでもナスダック1999よりは良かった時期もある。でも、ここへ来てですね、やっぱりちょっと離す。僕は売ったのはね、多分去年の暮れか、今年の先、春ぐらいですから、やっぱこういうもたついてる時に、まあ、辛抱たまらず売ったんだと思うんですよね。ただ乗り換えてるのは多分999なんで、まあ、結果的には正解なんですけども、この銘柄を売るかっていう感じではありますね。以上です。 失礼します。ありがとうございました。今晩よろしく。